シドニー来ましたね。はい、今セントラルステーションに来ました。今から電車とバスに乗ってラックンのねマラソンのゼッケンを取りに行きます。美味しいですか？ミラ初めてのシドニーだね。どうですか？都会だね。初めてのマラソンだとヒューヒュー言ってくれるんだって。イエーイ、下川津にしました。名前めっちゃいいね。これで頑張ってください。明日6だね。このクソデカの靴、最近流行りのこれが。基本マラソンっていうのは黒はこのスカートが40ミリ以下じゃないと履いちゃダメだね、マラソンでは。で最近はでもそれを超える分厚さが出てきて、めっちゃ分厚い、これ流行りです。こういうの流行のすごいクッション性。フィックスニュートリションの要は電解物質と砂糖、スポーツドリンク、不思議な味が。ほらランニングベルトとか靴下。こんばんは、ラクです。とうとうもう明日の朝になってしまいました。今日はシドニー初日でもうちょっとクタクタです、予想外に。まずはもうこれ一番大事なやつ、これなかったらもうダメ。はい、はい、これゼッケンビブですね。今回ザ・下川津で。すごい、私のアイディアじゃない？違うでしょ。そうだっけ？違う。私がザ・下川津にすればって言ったよね。違うでしょ。そうだよね。ちゃんと言ったでしょ。ラックが言った。俺言ったでしょ。そう。あと最近これね、欠かせないんです。これね、花粉症が来てまして最近。あー、ラックね。ザイアテックっていうの飲んでます。うん、これは今のところ、今のところ聞いてる。朝早い段階で取っちゃうと夕方頃切れるっていうのがなんとなく分かってきた最近。あとはもちろん大事な帽子、ボロボロのナイキです。ねえ、これさ、買った時さ動画出したよね。そういえば出した。真っ黒だったやつ。そうだよね。今これ何色っていうの？これもう灰色、薄茶。でもこれお気に入っててね、マラソンこれ走るの3回目だよ。嘘、うん、めっちゃ歴史あるじゃん。歴史ある。刻んでました。俺の汗を吸い取りまくってる。だってさ、まだミラー妊娠してる時に買いに行ったもんね。そうだよ。それそうそうそう、メルセンのとこで買ったよね。そう、真っ黒だと日の光を吸収しちゃうけど、もう薄くなってるから関係ない、大丈夫。確かに大丈夫、うん、これ絶対明日日差しも強い。はい、これもベルトですね。うん、これはいろいろポッケついてる。これじゃあ今年初のアイテム。今年初アイテムですね。もうちょっと去年までこういうなんていうの、ショルダーバッグ、あれが結構邪魔で、うん、ピタッと来ないし、うん、擦れるし、だからこれにしました。これこうウエストバンドみたいなの、うん、でポッケいっぱいついてるから、そこに全部ジェルとかぶっ込んで、でこれすごいいいです。唯一難点はといえば、なんかやっぱこうつけてる部分すごい汗
あ、うん、あと黒で厚い。あと私ちょっと気になるのがさ、それチャックないじゃん。チャックないね。いや、チャックは煩わしいね、あったら。あ、でもなんか私的にはさ、チャックないとさ大丈夫なのかなって思っちゃう。いや、でも本当にピッタピタだからこれ、うん、ピッタピタだから大丈夫。落ちない落ちない落ちない、全然落ちない、うん、これすごいいいです。どこで買ったの？これはね、あれデカトロのやつだね。へ、えー、はい、これ優秀ですね。いつもの短パン、いつもの短パン。これは履きまくってるやつで、で、あのほらランニングのやつだからこう中に入ってるのね。で、俺もこれをノーパンで履くようにしてます。えー、ラックノーパンで走ってんの？そう、これ中のこれインナーパンツみたいなの入ってるから。あ、そういうこと。そうそうそう、でもこれノーパンが一番いい。へー、あ、これがベスト。そうなんだ。うん、でもこれ履きまくってるからもう擦れないって分かってるし、うん、安心だね。そう、そこはもう本当にあの気をつけるところ、もうできるだけ、うん、特に短パンは着てるやつ履きたい、擦れたりするのが一番嫌だから、痛いから、うん、確かに。はい、でこれ T シャツ今回買ったんだよね。着ます着ます、これ今回、うん、シドニーマラソンのオフィシャルのね、オフィシャルのアシックスのやつ、うん、後ろも見せて。後ろ、はい、シドニー2023、はい、あとこれね、栄養奥行けジェルいただいたやつね。いただいたやつです。グレープフルーツ味、これめちゃくちゃ美味しくて、うん、よかったんで、あと2個残ってたんで、これ2個と、あとはまあ普通のこの大手ブランドね、このエンジュラっていう、前回もこれ飲んでたんで、まあ慣れてるから、まあ、美味しいかと言われれば別に。あとこれも、これアミノバイタルの、あの走る前に飲みます。これ靴下も大事ですね。うーん、明日なんか特に暑い日だから、うん、あんまり厚手の履けないし、暑くなっちゃうから、うんうん、でこれはあの走る用のやつなんで、基本的に通気性がいい、うん、で最後これ一番大事、これ一番大事、シューズ、これでいきます。これはあのマラソン用のレーシングのやつ買ったんで、ピカピカのね、ピカピカの真っ白ド派で、はい、分厚いです。これで勝負に行きます。はい、はい、っていう持ち物紹介でした。はい、はい、おはようございます、マラソン本番の朝です。今ホテル出たとこですね。7時スタートなんで、今6時ちょっと前ぐらいで、今から電車で会場まで向かいます。スタート地点はね、シドニーの都市部の一番真ん中あたりから、まあ2駅ぐらいなんで、すぐなんで、ハーバーブリッジ渡ったそこに向かいたいと思います。そういえば今回のシドニーマラソンはなんか今までのシドニーマラソンの中でも最大規模みたいで、全体のランナーの参加者数が4万1000人ぐらいということで、なんかすごい規模でやるみたいですね。フルマラソンだけでも確か1万7000人とかって書いてあったように思います。どうもその世界6大マラソンみたいなのをこう食い込もう、7個目のマラソンにっていうのの候補に上がってるみたいだから、すごい気合が入ってるみたいですね。めちゃくちゃ楽しみです。スタート地点の近くに到着しました。これ後ろほらオペラハウスが見えて、こっちはあのハーバーブリッジが上の方に見えます。今スタート10分15分前ぐらいです。で、あのもうトイレも行って、とりあえず準備できたので、ちょっとスタートライン付近をうろうろしようと思います。もういろいろ装備系ものをこれ全部リブクつけたり、もう靴もちゃんと入ってるんで、あとはもうスタートするだけです。
きます。スタート位置して、1キロちょっとぐらいです。で、ハーバーブリッジ、登り始めたとこから、中腹ぐらいかな、これ。まだ登ってるとこですね、橋を。Wrong body color. ハーバーブリッジ渡るよって今から都市、シティの方に入るとこみたいですけども、暑い。すでにめっちゃ汗かいてる。おはようございます。ゆめいです。ミラです。ミラー、今ね7時半なんでラックスタートして今走ってると思います。私たちは今日はこれから電車2駅ぐらい乗ってサーキュラーキーまで行きたいと思います。そこでラックの15キロ地点ぐらいかなを応援できたらと思ってます。今回シドニーマラソン初なのでどんな感じなのか私も全然わかんないし、ちゃんと応援できるか、そしてちゃんとゴールを見届けられるかめちゃくちゃ心配です。でもね、ずっとラックンのトレーニングの頑張りを私はそばで見てきたので、私たちも全力でラックンのこと応援できたらいいなと思います。今日は一日頑張るぞー。王は今回もミラは抱っこ紐です。シドニーマラソンね、メルボルンよりも全然人が多いと思うし、ベビーカー持ってると自由に身動きできないので、抱っこ紐と私ねリュック持って、もうすでに熱い思いこれで頑張ります。サーキュラーキーに到着しました。まだね、ラックンが通過するまで時間あるのでここら辺を散歩してます。まだね8時なんですけど、もうめちゃくちゃ暑いんで、ミラも水分補給しながら休憩たくさんしていこうと思います。どこ行くのミラ？はい、あっち行こう。今最初の給水ポイント通り越して5キロぐらいですかね。いや、思ったよりアップダウンがきつい。9キロぐらいでとりあえずジェル1個目投入。開くから早め早めに多分補給した方が良さそう。どうしよう、今ラックン通り過ぎたんだけど全然アプリのトラッキングがうまく動いてなくて、
あのたまたまラック見つけたんだけど動画撮れなかった。まあでもラックに気づいてくれたからよかったけど、もうあっという間に通り過ぎちゃった。ああ悔しい。ちょっともう一回くらい通過ポイントいけないかな。うん、どうしよう。なんでトラッキング全然遅いんだけど。どうしようって思ってとりあえず電車乗ったんですよ。そしたら途中で電車止まっちゃって、電車降りてタクシーで来れるところまで来たんですよ。でももうここがどこだか私全然よく分かってないし、次のラックンが戻ってくる通過地点で応援間に合うとは思うんですけど、今度はその後のゴールが間に合うか分かんなくて、ちょっともうどうすればいいか頭が全然回らない。もう疲れた。ミラも全然歩いてくんないし、あーどうしよう、ミラどうしよう。何がベストなのか今考えてます。はい、せっかくここまで来たんですけど、やっぱりいろいろ考えた結果、今ここにいたらゴール間に合わないと思うので、ちょっと今からまたバス乗ってシティ戻ります。タクシー代無駄だったんですけど。あのマラソンの時は交通規制もあるし、バス電車も止まってることが多いから本当に難しい。これマジで分かんない。しかも後ろに人は知らないし。バスが全然来なくてマジで不安。タクシーも来ないし。無事にラックンの応援できました。よかった。みんなちゃんとラックン見た？ああ見たよね。ちょっとゴールはもう間に合わないんですけど、今からゴール地点のオペラハウスまで早足で行きたいと思います。ミラを抱っこして走るのは無理。
ふっくん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、今回のシドニーマラソンは。結果はには満足してます。うん、目標達成したし、ね、目標達成したから。うん、でも課題もいっぱい見えてきたっていう。うん、自分が想像してたよりもタイムが縮まんなかったから、今回。うん、3時間半切れたのは嬉しいけど、シドニーマラソンは自分の記録出そうと思って出るマラソンじゃないっていうことが分かった。めちゃくちゃアップダウンあるし、すごいコーナーが多いから、うんうんうん、ぐる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 するから走るの大変やっぱり。うんうん、一番の課題はその走ってる時に撮影する時にどうするかっていう話。いやでも、まあ、楽しいイベントでした。ハーバーブリッジ渡れるし、うん、オペラハウスでフィニッシュだし、うん、最後まで見てくださってありがとうございます。ラックンお疲れ様と思ったらいいねボタンお願いします。はい、コメントもお待ちしております。コメント待ってます。はい、コメントが励みになります。そうだね、はい、マラソン動画あんまり見られないっていう傾向にあるんで。そうだね、はい。ではまた来年ね。また来年か、まあもうちょっと頻度は増やそうと思います。年に2回ぐらいってこと。やっぱり年1だけやってると多分タイムがあんま伸びない。うん、てか少なくとももっと数をハーフマラソン出てみたりとか、10キロ出てみたりとか。そうだね、ちょっと一応これ人生のあのプロジェクトとして設定します。、はい、じゃあ頑張ってください。プロジェクト X。 はい、はい、ガイアの夜明け。さよなら。はい、さよなら。